黒沢洋は日本の銀行家。日本工業銀行頭り、同会長を歴任。1944年に東京高等支配学校付属中学校を卒業。付属中の同期には、星晋一、土田光文、今村昌平、王の君を小玉進む、星野英一などがいる。1950年に東京大学法学部を卒業し、日本工業銀行に入校。 入社11年目にドイツ銀行に出向して以来、長年にわたり国際畑を歩み、日本で数少ない世界に7日寄った国際派バンカーだった。1990年、第六代公銀ン取に就任。金融自由化と国際化の流れの中、法人取引主体の事業金融の専門家集団の充実を図るという目標を掲げた。しかし、ト取在任期間中、 バブル処理とリストラに追われ国会に参考人として招致されたことも二度あった。金融制度改革法の施行により公認証券を証券業務に進出させ普通社債の引き受けで高いシェアを得るまでに成長させた。1996年会長就任。2000年1月2日死去。73歳。ありがとうございます。